わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は IoT や AI を活用した研究に取り組んでいる崇城大学情報学部の先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、アハラリ・アリ先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私の研究室では IoT、いわゆるモノのインターネット、あるいは AI、人工知能を活用していて、まあ、社会のこういったいろんな問題をですね、解決するような研究開発を行っております。IoT っていうのがですね、大きなパラミータから言うと下の層という位置づけになります。この下の層というのが、いわゆる実社会、実環境での情報を収集するためにっていうことの位置づけで考えていただければいいかなというふうに思います。まあ、こういった IoT の技術を使うことによってですね、実際の環境のデータとか、あるいは実現場でのデータを収集していて、そのデータが蓄積させた後に、このデータが意味があるデータに持っていくために、その上に AI が乗っけていくというような形になります。この AI の技術をですね、導入することによっていて、なんでこういった現象が起こっているかも含めて分析解析をしていて、将来的にも実現可能なようなものに持っていこうということは、これが AI というような役割になります。まあ、最終的にですね、 IoT と AI の組み合わせによってですね、社会のいろんな問題をですね、解決することができるんじゃないかなというふうには考えております。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ？まあ、一例としてはですね、例えば介護現場で使われるような、システムを開発したりとか、あるいは熊本県内でも非常に注目されているような、スマート農業の研究開発を行っています。まあ、スマート農業の一例を挙げると、ビニールハウスの中の環境を可視化する、いわゆる実際の農業従事者の方々というのが遠隔でちゃんとそういうハウスの中の温室と関係、土壌水分はどうなっているかということをしっかり遠隔でも確認できるようなシステムの開発とか、あるいはもう現場の介護現場ではですね、相応コミュニケーションを取れるような通路を開発したりとかするということを研究開発を行っております。一昨年前のうちのゼミ生がですね、女子学生さんでですね、実はおばあちゃんの介護でものすごく苦労されたんです。その時の苦労は何かというとですね、自分たちが介護する側、介護される側っていうのが、伝えたいことなかなかうまく伝えられない。おばあちゃんがちょっとトイレ行きたいとか水飲みたいで、でも待っててもらうというか、台所にも仕事をしてるからちょっと待ってくださいっていうことを言っていても、お互い相互のコミュニケーションがなかなか取れないっていうのがあってですね、それをどうにか解決したいんですっていうことの話で、うちの研究室に来ていて、じゃあやりましょうっていうことの研究のテーマを決めてやりましょうという話になったんです。大手が作ってるものというのが、作りたい人が作るものしか作らないんです。でも現場では違うんですよ。こんなもの複雑なね、キーワードが出てもおばあちゃんが打つわけないでしょうとか、もう単純なものでいいんです。トイレ行きたい、食べたい、もう呼びたい、あるいはもうちょっと暑い寒い、それをボタンを押した後に受ける側が家の中にいるじゃないですか。例えば大学宿に LINE でもらえば、じゃちょっと待ってくださいっていうこと、あるいはすぐ行きますというフィードバックすれば、これだけでもものすごく役に立つよとっていう話で、面白く彼女が作っていったのが、この左側です。これタブレットでですね、単純に見えるかもしれませんけど、これをですね、クラウドシステムを作っていて作ったんです。これ国際会議で発表していて非常に評判が良かったんですよね。これがたった3万円ぐらい出てきたんですね。そういうような研究が非常にうちが学生もです興味を持ったりして、自分たちもやっぱり社会で使われるような安価なもの、本当に役に立つものを作りましょうということでいろいろやっています。まあ、その他研究としてはですね、熊本県内のですね、食品関係の課題にも取り組んでおりまして、まあ食品関係のそういったシステムの研究開発、あるいは現場で使われるようなそういうような IoT、AI の技術を導入したものを作ったりとかしているということを行っております。ふむふむ、今後の目標はどう考えておるのじゃ？地域でですね、いろんな企業さんが、まあ、いろんな問題に直面していて、そういったような企業さんの目線になっていてですね、現場で本当に必要とされるようなものを作ったりとか、あるいは一緒に考えていて、そういったシステムを開発したり、社会に役に立つようなものをやっていきたいなというふうには考えております。崇城大学情報学部情報学科、アハラリ・アリ先生のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。